ンネル。今回大事なことを先延ばしにしてしまう人の特徴ということで、テスト期間中まだ時間があるからといって勉強せず、結局一夜漬け、すぐに終わらせないといけない仕事があるのになぜかやる気が出ないなど、誰しもが先延ばしを経験したことがあるんじゃないでしょうかと。今回そんな先延ばしにしてしまう人の特徴と解決法について取り上げます。緊急で重要な仕事と重要だけど緊急ではない仕事があるとして、前者をね、先延ばしにする人少ないと思うんですけど、後者はついつい後回しにしてしまう人も多いかなと思います。この重要だけど緊急ではない仕事を先延ばしにしてしまうと、どのような弊害があるのかというところを話していきますが、集中力が低下する。先延ばしをしたからといってその仕事を完全に忘れることはできないわけですね。むしろ他のことをしながらも先延ばしにしているということがかえって気になって集中力が低下してしまいます。2つ目、質が落ちる。集中力が低下すると必然的に仕事の質も低下してきます。期限ギリギリになって時間に余裕もないので、ミスも誘発しかねないと。鴨さん、重要だけど緊急じゃない仕事、これ先延ばしにしないで早めに処置するタイプですか、それとも結構ギリまで貯めるタイプですか？人に振るタイプですね。あどっちでもなかった。緊急じゃない限りもう無理ですね、仕事遅すぎて。やっちゃうことありますわ。緊急度低めのもの後回しになりますよね。これは見てる人はあんまピンとこないかもしれないですけど、偉くなればなるほどタスクの数超増えるんですよ。それぞれが一個一個浅くなるんですよ。その代わり、自分がガッと集中してやることってのはあんまりなくて、いろんなところからメールがなんか100件200件届いて、それで進行が止まってないかをチェックするみたいなのが仕事になっていくので、その中で1個か2個これどう使ってきた時で、自分で考えろよって思ったのは一回後回しにして、で後からもう一回これどうでしょうってつつかれて、あやべやべってなるみたいなのが仕事の仕方のデフォルトになってくると。これまあ僕だけかもしれないんですけど、基本的に後回しにされないように部下は優先度高いっていうのをプッシュする必要があるっていうのが正しい社内の立ち回りだと。ES だと詰めが甘かったりクオリティ低いなっていうの見ちゃうと、締め切りギリギリに仕上げたんだなって分かっちゃいます。分かるんじゃないですか。ちょっとうちは ES やってないんでないですけど、まあ、履歴書とあとはまあ別途一時選考の時に提出していただく書類があるんですけど、その書類の方は確かにクオリティで結構ありますね。浅っみたいな。コピペだと分かるもんすか？コピペが使えるような内容のものはうちないんですけど、情報量とか記載の仕方で直前で片手までやったんだろうなと、しっかり準備してやったのかそれなりやっぱ分かりますよね。バレるそうです。片手間だけど優秀な人とめっちゃこう本気でやっているわけじゃないですか。そうですね。優秀だからこそもっといろんな会社からもモテモテで、だからちょっと片手間になってる可能性があるけど、付き合ったらめっちゃ一途のやつの可能性が高いじゃないですか。そこら辺ってどうやって見抜くんですか？書類だけで選考してるわけじゃなくて、一次選考で、まあ、集団選考があるんですけど、そこで使うものを提出してもらってるだけなので、おっしゃる通りで、しかも志望度最初から全員鬼高いかって言ったらそうでもないじゃないですか、っていうこともあるので、もうそれだけで判断するってことはしてないですけど、むしろ容量いいっすよね。逆にね、 50% の力で80点評価取れる人の方が仕事できるケースとかあるじゃないですか。そうですね、はい、ギチギチに書いてあって内容微妙だったら、あこいつちょっと頭悪そうだなとか容量悪いんだろうなってなっちゃいますもんね。どんな人が先延ばしにしてしまうのか、先延ばし癖のある人の特徴をフリップでご覧ください。1つ目、楽観的。あ俺これだわ。ポジティブって言ってほしいですね。なんとかしてますからちゃんと。はい、素晴らしい。2つ目、優先順位が分からない。3つ目、不安が先行してしまう。4つ目、時間がないことを言い訳にする。これなっちゃってるわ。すいません。楽観的でいくと、まだ時間がある。ギリギリでもなんとかなると。楽観的に考えてしまう人は特に先延ばしにしがちです。2つ目、優先順位が分からない。タスクがありすぎてどこから手をつけていいのか分からず、全部に手をつけようとするので、重要なタスクを先延ばしにしてしまいます。これはいかんですね。優先付けできないのね。3つ目、不安が先行してしまう。失敗したらどうしようなど、うまくいかないイメージが先行してしまう人が特徴です。どうすればいいかを考えてたら、結局着手するのが遅くなるっていうのは3番目ってことですね。4つ目、時間がないことを言い訳にする、はい、まとまった時間が取れたらと言ってるうちに時間だけが過ぎていきます。ありますよねこれね。土曜日とかにゆっくりやろうと思ってたら、土曜日にね、就活イベントどうすか、行くわみたいな。仕事できない人ほど先延ばししてるイメージありますか？そうでもないですか？そこはあんまり比例関係ないですか？そうだと思いますよ。もちろん先延ばしに、まあ、僕も先延ばしかなりしちゃうんで、お金周りの話だけ速攻やって、よくわかんない相談とかはだいぶ後回しにしちゃう。山本が苦言を呈してますね。鴨本さんのレッスンを遅いって3回ぐらい続くとやっと返信返ってきた、はい、まだまだ70分もと思いながら、分かってるんですよ、分かっていながら見た時ありますよね。先延ばし癖を直すには改善策2つご紹介しますということで、フリップ出しております。1つ目、チャンクダウンを使いこなせ。何チャンクダウンって初めて聞いた。チャンクダウンとは物事を小さく分解し具体化するということです。目的や意味を明確にする技法として使われています。例えばついつい先延ばしにしてしまいがちな提案書の作成をフリップの図のように細かく図解してしまえば、すべきことが具体的になり、まずはこれだけやっちゃおうと小さいことから片付ければいいので意欲も湧いてきます。これやってますわ。やっててもギリギリになってしまうと
でこれをやると見積もってた工数これぐらいだけど実際やっぱこんなもんだなとか、うん、あこれよりはここの部分削れるなとかっていう、うん、より具体的にこれだけの時間があればさばけるっていう確証が持てるんで、うん、それによってはいやあれ早くやんなきゃってなることもちろんありますけど、あ普通にやっぱいけんな後でもみたいな悪い方向に作用することもあるんで皆さん気をつけましょう、うん、2つ目、2段階締め切りを使いこなせということで、人は時間が多くあればあるほど仕事に時間をかけてしまいがちです。最後の締め切りまでに全てを完成させるという考え方ではなくて、途中の締め切りも設けてそれまでにやるという作業を決めることで大きな仕事を後回しにするということを防げます。これもありますけど、あとあれですよね、もう逃げれないようにケツ切るっていうの大事ですよね。いつまでに出すからとかいつまでに見せるからとかっていう風になんか誰かに対して宣言しちゃうとやらざるを得ないじゃないですか、さすがに。なんで僕そのパターン多いですけどね、まあ、いつまでに出します。パソコンに1回向かったらすごい集中するんですけど、はい、だからこそパソコンに向かうのがすごい嫌いになってくるんですよ。家にパソコンがあるスペースあるんですけど、はい、パソコンに向かうのが一番大きなハードルなんで、いかにパソコンに向かうハードルを下げるかっていう、僕はまずカバンからパソコンを出してそこの机に置くっていうこの一手間を省くためにパソコン2台買って、最初からずっとパソコン開きっぱの机にしましたね。椅子とかもなるべくふかふかの柔らかいところで、こっちで休んだ方が自分のソファで休むより気持ちいいみたいな、うん、とかめちゃくちゃ怠惰。今パソコンに向かう頻度がだからね、もともと1日1回だったのが今4日に1回ぐらいになっちゃってるんで、返信の周期が4日に1回ぐらいになっちゃってるんで先延ばしになっちゃってるとか、なんでこれ自分できないんだろう、まあ一応自覚してますからね、あれね、はい、話していくとね、原因が分かってて、その原因をクリアするためにはこうしようっていう対策を講じてるだけまだマシってことですね、多分ね。なんとなく原因とかも分かってなくてどうしたらいいだろうって方は、ぜひ今の内容ですね参考にしていただけるといいんじゃないかな。センスなんですよね、もう元から決まってるんですよその性格は。だから別に僕も苦手だし、だからあの夏休みの宿題後回しにする人はみんなそうなんですよ。本質的にはここの素養はかなり多くの人にありそうですね、うん、イギリスの詩人エドワード・ヤングは次のような名言を残してます。先延ばしは時間泥棒と同じだそうです。そうすることが多いよということらしいですね。僕もあの書類系とか、はい、支払い系とかマジでもうなかなかできないんで、そういうのは僕はもうそれ担当の人を雇ったりとか、うん、お金で解決するようにしましたね、うん、人の管理だとできるんですよ。まだやってない、まだやってないのって、はい、自分だとできないんで、でやる側もまだやってないって言われたらやるんですよ。要は人が人にお願いされるとこう責任が明確に発生するんで稼働する、うん、それをうまくね人間心理を利用するといないかなと思います。そうですね、はい、じゃあそんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。